アニメの Tiger&Bunny がハリウッドで実写映画化されることが分かった。2011年にテレビで放送された Tiger&Bunny は特殊能力を持つヒーローが職業として成立している近未来が舞台。ベテランヒーローのワイルドタイガーことカブラキ、T、トラテット、才能はあるが扱いにくい新人バーナビーブルックスジュニアのコンビが 犯罪に立ち向かう中で絆を深めていく様子を描いた作品だ。ハリウッドでの実写リメイクは、10月8日からアメリカ、ニューヨークのジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターで開催されているポップカルチャーイベントのサンライズ BN、b i c t u r e s パネル会場で発表、映画化を手掛け、蹴るのは、ロン・ハワード率いるプロダクションのイマジン、エンターテインメント、ALL、NIPPON、 EN ENTERTAINMENTWORKS バンダイナムコピクチャーズの3社、映画のダヴィンチコードやテレビドラマの 24TWENTY4 シリーズなどを手掛けたロン、ハワードは t i g e r b u n n y で制作葬式を務めるテレビアニメ版の監督を務めた佐藤慶一は実写映画化についてとてもワクワクしています。ロン、 ハワードの TIGER&BUNNY 僕も楽しみにしていますとコメント劇場アニメ版でメガホンを撮ったベータに吉友は日本で愛された TIGER&BUNNY が世界でもっともっと愛されると嬉しいですシリーズ構成などを手掛けた西田正史はファンの皆さんと育てた作品がどう生まれ変わっていくのか楽しみですキャラクターデザインを担当した桂ツ